ホルヘセンプルンマウラは、スペインの作家、脚本家、政治家。スペイン内戦で、第二共和制が崩壊すると、フランスに亡命し、第二次大戦中にレジスタンスに参加して消したポに、捕らえられ、ブルヘンバルと強制収容所に送られた経験を持つ。主に、フランス語で執筆し、ラモン・メルカデルの第二の詩、フェデリーコ、サンチェス回想録、書くこと、 生きることなどの自伝的作品で、フェミナ賞、プラネータ賞、ドイツ出版協会平和賞など多くの賞を受賞した。1988年から1991年にかけては、ゴンサレス政権で文化賞を務めた。ホルヘセンプルンは1923年12月10日、マドリードに生まれた。母方の祖父アントニオ・マウラは1903年から1922年までごとに、 渡って、スペイン首相を務めた。母方のおじ、ミゲル・マウラは、ニセとアルカラザ・サモララと共に、共和派を率い、1930年に、共和制樹立に向けて、サンセバスティアン協定を締結。第二共和制が成立すると内省に就任した。父ホセ・マリア・センプルンも共和派で、トレード県知事を務めた後、スペイン第二共和制の外交官として、ハーグに赴任し、 さらに1937年から39年まで、イタリアに滞在した。1939年、フランコ率いる反乱軍が、スペイン全土を制圧し、第二共和制が崩壊すると、センプルン一家はフランスに亡命。バルドワーズ県のサンイコールプリに今日定めた。当時16歳のセンプルンはアンリ4世、高等学校に通い、さらにソルボンヌ大学で哲学を収めた。 第二次大戦下の1939年8月に締結された独ソ不可侵条約は1941年6月にドイツ軍がソ連領内に侵攻を開始したことで事実上破棄された。これを機にフランス共産党はビシー政府の対独協力政策に対して公然と反対を表明しモスクワからの指令に従って1942年4月に 武装ゲリラ組織、キユ勇遊撃隊を結成。ソルボンヌ在学中に、スペイン共産党に入党したセンプルンは、キユ勇遊撃隊員として、レジスタンスに参加した。1943年、ジョアニーで、英国の特殊作戦執行部のモーリス・バックマスター、大佐率いるフランス藩で働いていたマキに調達する、武器を、 パラシュート隊から受け取っていたところをゲシュタポに捕らえられ、オセールの刑務所に一時止め置かれた後、ブーヘンバルト強制収容所に送られた。彼は、スペイン人収容者の労働管理の仕事を任せられた。強制収容所の多くは連合国軍により、解放されたが、ブーヘンバルト強制収容所では、様々な国籍の収容者からなる国際、秘密委員会を中心とした放棄により、 解放されており、センプルンもこの活動に参加した。作戦は4月8日に開始された。カポの協力を得て、高圧電線が張り巡らされた、鉄条網の電源を切り、監視塔を襲撃して、武器を奪って脱出。収容所に接近してきた米軍に近づくための中継点を設置し、ついに4月11日、パットン部隊に強制収容所の存在を知らせることができ、 同日、解放された。ホルヘ・センプルン1945年4月末に、パリに戻ったセンプルンは、生き延びるために恋に忘れることにし、実際、最初の自伝的小説、大いなる旅を発表したのは1963年のことである。戦後数年間、ユネスコで翻訳の仕事をした後、スペインに戻り、フェデリーコ・サンチェスの偽名で、 スペイン共産党秘密工作員となり、フランコ政権への抵抗を続けたが、1964年に党の方針から逸脱するとして、サンティアゴ・カリーリョ書記期長に除名された。こうしてセンプルンは再び亡命を余儀なくされた。フランス亡命後は政治活動から身を引き、文学に転じ、しかもフランス語で著作活動に専念することにした。ただし、 1988年から1991年には、社会労働党のフェリペ・ゴンサレス政権で文化賞を務めたが、党内の対立により辞任した。この間の経緯は1993年出版のフェデリーコ・サンチェスより経緯を表してに詳しい。センプルンの作品のうち、大いなる旅、失神、なんと美しい日曜日、 必然的な詩、ブーヘンバルトの日曜日、20年と1日は、ブーヘンバルト強制収容所での体験を中心とした、自伝的な小説であり、フェデリーコ、サンチェス回想録、ラモン・メルカデルの第二の詩、およびセンプルンが脚本を手掛けたアランレネ監督の、戦争は終わったは、フランコ体制下のスペインにおける、共産党秘密工作員としての活動を描いている。また、政治評論として、 欧州問題を中心に、欧州人、サハは、どこへ行ったのか、雲間の墓標などを表している。没後出版の、人間という仕事、フッサール、ブロック、オーウェルの抵抗のモラルは、2002年に、フランス国立図書館で行われた3回の講演の記録であり、哲学者、フッサール、歴史学者マルク・ブロック、作家ジョージ・オーウェルの分析を通して、 人間は危機にあたっていかに生きるべきかを語っている。センプルンは、こうした作品により、スペインのフォルメント・オリ賞、プラネータ賞、芸術功労勲賞、フランスのレジスタンス文学賞、フェミナ賞、ドイツ出版協会平和賞、イタリア国際の2位の賞、米国のエドガー・アランポー賞映画部門など、世界各国の賞を数多く受賞し、レンヌ第二大学、パリ東、 大学マルヌラバレーなどから名誉博士号を受けている。2011年6月7日、パリにて死去、去年87歳。葬儀は密葬で、宗教的儀式は行わず、個人の意思により、遺体はスペイン共和国の国旗で覆い、セーヌイコールエイコールマルヌ県アラントルビルの墓地の妻、コレットの傍らに埋葬された。ありがとうございます。